気ままな実況部屋へようこそ。どうも、隊長でございます。はい、ということでね、2024年も始まりまして、もう1週間以上経ったぐらいなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、人によってはね、この間、成人式終わったよ、みたいな人たちもいらっしゃるのかな。まあ、果たしてそのぐらいの年齢層の方がこのチャンネルを見てくれているかどうかは、甚だ疑問なんですけど。まあ、そんなのはどうでもよくってね。まあ、本当はね、この動画早く出したかったんですけど、まあ、なんだかんだちょっといろいろやってたらね、撮るタイミングがなくなっちゃって、もうだいぶ遅くなっちゃったんですが、言わせていただきたいなって思ってます。まあ、それが何かというとですね、今年の目標ですね。うん。まあ、去年もね、そんな感じの動画を上げたんですけれども、今年もちょっと、年内にやりたいな、達成したいなって思うことをね、いくつか上げさせてもらおうかなと思ってます。まあ、そういう目標って本当は三が日に上げるべきなんだろうけど。ちょっといろいろあったしさ、他にモンストとかの動画も上げてたし、ね、いろいろだったんだけど。まあ、この間、はじめ社長さんも結構遅くに年内の禁止縛り生活みたいなの上げてたから、いいでしょ。関係ねえか。で、本題に入る前にですね、まず去年挙げた目標についてちょっとね、先にお話ししたいんですが、去年はね、二つほど目標として挙げていまして、一つがまず、年内、2023年ね、2023年年内に歌ってみた動画を5本以上投稿するっていうことと、あとチャンネル登録者数が800人突破。っていうことを目標に活動を1年間続けていました。まあ、それ一つ一つお話ししていこうと思うんですが、まあ、まずね、歌ってみたの方だよね。うん。まあ、昔からね、このチャンネル、歌ってみたをね、ちょこちょこ開けてたりはしてたんですけど、その歌ってみたの、その歌声をね、その編集することを、まあ、ミックスって言うんですけど、まあ、俺そんな音楽業界とかにいるわけじゃないから、全然詳しいことも何も知らないんですけど、一応そういうことをミックスって言うの。うん。で、このミックスっていう存在をね、結構直近でね、ここ2、3年、4年ぐらいに知りまして、だいぶ遅いんですけど、そういう技術があるんだっていうのを知って、で、せっかくね、自分で歌ってみた動画として動画を投稿してるんだったら、まあ、そういうミックスもね、ちょっと自分でできるようになりたいなと思いまして、まあ、ちまちま昔からやってはいたんですけど、特に去年はね、ちょっと力を入れて頑張ってみようと思い、歌ってみたの動画を5本以上ミックスの練習も兼ねてね、投稿しようという目標で掲げさせていただいたんですが、まあ一応達成したということで、うん、まず最初に挙げたのが、これはどうなんだろうね。俺はね、正直これをカウントしてないんだけど、歌ってみたに、まあ、まず最初に旅立ちの日に合唱であげましたね。うん。これをカウントするかしないかちょっとわかんないんですけど、一応これもあげましたと。で、その後に、ネルさんのポテトになっていく。で、ラストノートさんのエストラゴとスパイラル。で、小よりさん、デンポルピーさんの箱庭のコラル。で、チノゾウさんのグッバイ宣言。で、デコニーナさんのサラマンダーと、あげましたと。で、最後に一つね、大爆破神さんっていいんだっけ?の、野田っていう曲を、ショート動画の方で一番だけ歌ったのをあげたんですよ。で、この野田っていう曲がね、あれなのよ。隊長さんね、まあ、曲でも何でも、まあ、アニメとかでも何でもそうなんだけど、あ、これ好きってハマるような作品、めったにないのよ。うん。なんだけど、この曲はね、聞いた途端に、あ、これ好き、もっと知ってほしいと思って、思わずね、急いで、一日で歌詞を覚えて一番だけの歌ってみた投稿しちゃったんですよね。なんならね、知り合いみんなにも布教しちゃったし、俺あんま人に布教するってことないんだけど、これはね、さすがにちょっと、これやばいなと思って布教しちゃったよね。そういった経緯があったんですけど、これには。まあ、一応、まあ、0.5 としてカウントするとして、まあ、合唱の旅立ちの日にを入れるんだとしたら 6.5、入れないんだったら 5.5 本。歌ってみた動画を去年はあげましたと。まあ、大変だったけどね。まあ、なんとか達成はできました。もう特にね、最後に出したサラマンダーなんですけど、あの動画の概要欄をね、読んでくださった方はご存知だと思うんですが、あの動画ね、3日間で仕上げたのよ。その前にね、エーペックスの大会に出てて、その大会、準決勝まで行っちゃったから、
それの練習とかもしてたらなんだかんだでクリスマス直前になっちゃって、まあ本当はクリスマスにね、一歩歌ってみたも出したいなと思っていたんですが、まあ突然ね、キシちゃんっていう僕の友達いるんですけど、キシちゃんっていう子からエペックスの大会出ねえって、12月の半ばぐらい直前に言われて、うん。で、まあ出るなら出てみっかって言って、いざ出場してみたら、予選突破してしまうというね、異例の事態が起こって、異例というか予想外の事態が起こってしまったので、それでちょっといろいろ予定が狂って、3日間でサラマンダーの歌ってみたをね、編集して投稿するっていう。すんげー大変だったんですけど、まあ年内に5本投稿するっていう目標は達成しましたと。で、もう一つのね、チャンネル登録者数だね、これがね、ちょっと全然っていうほどでもないけれども、まあ、でも惜しくもないんだよな。まあ、あと一歩届かず。っていうところで、この動画撮ってる時点で登録者数が779人ですね。いや、その、去年の目標動画を撮ってるタイミングだと、確か660だか70ぐらいだったのよ。で、そこから、上半期はね、結構伸びが良かったんだ。で一気に上半期終わるぐらいに740だか50くらいまで伸びてて、これは頑張ったら下半期いけそうだな、800人いけそうだなと思ってたんですけど、ちょっとね、なかなか下半期がね、動画の本数が減っちゃって、そのおかげでね、一気に伸びが減っちゃって、特に夏休み以降だね、8月以降、全然登録者増えなくて、779人でストップ止まりと、目標達成ならずという結果に終わってしまいました。ちょっとこれはね、悔しいな。もうちょっとだったからね。まあ年々ね、YouTube っていうコンテンツもレッドオーシャンがかなり深刻化してきてるから、もう、かなり厳しいお話ではあると思うんですけれども。そんな中でもね、ちょっと、ここまで一応やってきたからね。まあ、なんとか、目標まで向かって、今後も頑張っていきたいなと思っています。まあなんでね、ちょっと今後も応援していただければと思うんですが、まあそれは一旦良くて、まあ去年はそういう感じでね、目標達成一つだけできたという形で終わったんですが、まあ本題だね、ここから。今年の目標について、お話ししていこうと思うんですけれども、まあ、まず一つね、一番上げやすいところで言ったらまたチャンネル登録者数の話なんですが、今年はね、さすがに800はいけると信じて、900行きたいな。900行けたらもう、1000人まであと一歩だからね。まあ、1000人行けても、収益がそれだけで通るわけではないから、もう一つ、ね、総再生時間だったりとか、条件はあったりするから、1000人で収益、やった収益化だとはならないんだけど、まあ、一旦ね、1000人という大台には行きたいなと思っているので。まずは、次、登録者数900人を目標にね、頑張って活動していこうと思ってます。で、二つ目の目標が、まあ、これもまた歌ってみたなんだけど、ちょっとね、去年5本としてね、上げさせてもらったんだけど、ちょっと大変すぎた。やっぱ歌ってみた動画って基本的に1ヶ月はかかるから、準備とかミックスとかあって。で、いろいろ準備とか手間もかかるから、大変なのよ。それを3日間で頑張って仕上げたサラマンダーは本当にとんでもなく急ピッチで仕上げたんだけど、実際問題いつも1ヶ月ぐらいはかかるのね。まあ、さすがに去年は練習したいイヤーということで、練習したいイヤー。なんだ、トレーニングイヤーとでも言う。トレーニングイヤー。ミックストレーニングイヤーということにしておきましょう。ということで、まあ、5本という目標を掲げさせてもらったんですが、さすがに5本はきついなと思ったので、今年は3本でいいですか。まあでも、まあ、だったらわざわざ、去年より本数下がるんだったらわざわざ目標として上げなくていいじゃんって思うかもしれないんだけど、隊長さんっていう人間はね、こういうところで堂々とはっきり言っておかないと、サボっちゃうタイプの人間なので、絶対サボるんですよ。まあ、今年2本しかやってねえけど、いっかーってなっちゃうタイプの人間なので、ここで言っとかないとやれないんですよ。なので、一応3本と明言しておきます。まあもちろんね、3本以上上げる可能性もあるけれども、一応年内目標の歌ってみた動画として、今年は3本上げたいなと思っておりますので、
まあ、頑張りますのでね、よろしくお願いします。はい。で、わざわざこれを下げたのにはもう一つ理由があって、今年ね、三つ目上げたいと思ってます。うん。まあ、これは、まあ、目標達成するとか、できないとか、そういう次元の話ではないんだけど、この僕のチャンネルって、最近、高校2、3年だと、まあ、主にやっぱモンストと、プロセカもやってるし、まあ、その下でマリカとか、エーペックスとか、そこら辺、結構、ね、いろいろ、ごちゃ混ぜジャンルで遊んでると思うんですけど、まあ、メインは一応、ね、モンストとプロセカになってきてるじゃん。特にモンストなんだけど、その2つのコンテンツをやってるのはいいんだけど、基本的に俺、ガチャ動画しか上げてないのよ。結構これ昔から言ってるんだけど、隊長さんね、そういう動画の企画を考えることがすこぶる苦手で、何にも思い浮かばないのね。なので、ちょっとね、今年は、モンストとかプロセカとか、まあそれ以外のでもいいんだけど、まあ、特にモンストとかプロセカのガチャ動画以外の企画の動画も増やしたいなと思ってて。だからね、最近、あとモンスト、去年末とかさ、好きな友情コンボランキングとか復活させたし、あと、クエスト攻略のね、動画とかも久々にやったりもしてると思うんですが、そういう意図もあって、久々に数年越しに復活させたりしてるんですよ。で、本当はプロセカもね、2023年のなんか、隊長の好きな何々ランキングみたいなのやりたいのと思ってたんですけど、ちょっとあまりにも時間がなくて、やれなかったんですけれども、まあ、プロセカでもね、そういったものとか、あとプロセカで言うと、去年の夏終わりぐらいに、その、ストーリー予想、今後のストーリー展開予想みたいな動画も上げたんですよ。そういったもの、まあ、展開予想じゃなくても、まあ、ストーリーの感想だとか、まあ、そういうのも隊長さんなりになんかいろいろお話しして、出せたらいいのかなーなんていう風にも思ってたりするので、まあ、とにかくガチャ動画に頼らないこれを目標に上げたいなと思ってます。うん、まあ、ガチャ動画ってね結局結構編集楽なんだよね言ってしまうとだからもうガチャ動画に頼りっぱなしなので、それではちょっとさすがにね登録者1000人目指してるチャンネルにしては甘えんなと、もうちょっとなんかね、バラエティに富んだこともやってみろということで、今年は甘えずに自分に鞭を打って頑張りたいなと思ってます。まあこれは目標達成とかそういうのはないんだけど、最初も言ったけどないんだけど、まあ来年の1月を迎えてみて、ね、去年1年なんとかガチャ動画に頼らずにこういう企画もやったよねみたいなお話できたらいいななんて思ってますので頑張りたいと思います。はい。まあそんな感じだね。なのでまとめると、今年の目標として一つはチャンネル登録者数900人突破で、二つ目が歌ってみた動画年内に3本以上投稿で、三つ目にも特にモンストとかプロセカみたいなソーシャルゲームのガチャ動画に頼らずに、なんか自分なりのなんか企画系のも作ってきて出すっていう、この三つの目標で今年1年間頑張って活動していきたいと思ってます。はい。なので、今年1年もね、まあ、もう10日ぐらい経っちゃってるから、あまりにも遅い挨拶なんですけれども、まあ、今年1年もね、隊長さんはね、皆さんに楽しんでいただけるような動画を作りを頑張っていきたいと思っておりますので、まあ、もちろんモンストとかプロセカも上げていくけれども、今までみたいにマリオカートとか、みんなで遊んでる風景の動画とかも、ね、定期的に上げようと思ってますんで、そういったいろいろね、やっていこうと思うんで、今年もね、何卒、よろしくお願いいたします。はい。そういう感じでございました。ちょっと長くなっちゃった。大丈夫かな？まあ、編集で何とかなってるやん。そんな感じでね、今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。ここまでお聞きくださりありがとうございました。2024年の隊長さんもよろしくお願いいたします。よかったらグッドボタンとかね、チャンネル登録、まだしてない方、ね、今後も頑張っていきますので、応援してるぜっていう意味で、ぜひ押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画なのでお会いいたしましょう。バイバイ。